今日の大合同体育祭は地域のすべての学校が集まります。大変だと思いますが必ず成功させましょう。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここに各学校のタイムスケジュールと実行委員のリストバンドが置いてあります。まだもらってない人は取りに来てください。ついにこの日が来たって感じだね。お前よくそんなにテンション上げられるな。グラウンド見たか？すっげー人だったぞ。だって大合同体育祭だよ。羽岡とか月の森とかいろんな学校と体育祭ができるんだよ。テンション上げるなって言う方が無理だよ。私もワクワクしてる。この体操服かっこいいよね。体操服をこの日のためだけに作るなんて、さすが3年に一度の大イベントって感じだね。まあ陸上競技場貸し切ってるぐらいだからな。すごいよね。アリサちゃんからその話を聞いた時びっくりしちゃったよ。それだけそれぞれの学校が大合同体育祭に力を入れている証拠です。だからこそボランティアスタッフの皆さんには感謝しています。生徒会と風紀委員だけじゃ大合同体育祭の運営はできませんしね。かすみちゃんたち手伝ってくれてありがとう。気にしないでよ。私たちが手伝いたいから手伝っただけだもん。アリサも大合同体育祭の準備で毎日遅かったし、これは私たちの出番って感じだったよね。はあ、なんでお前らの出番になるのかわかんねえんだけど。お、その表情いいね。アリサ、こっち向いて。ちょ、何撮ろうとしてるんだよ。サーヤちゃん、そのカメラ随分本格的だね。あ、これ学校から借りたやつなんだ。サーヤちゃんは実行委員と写真記録係を掛け持ちしてるんだよ。実行委員だけでも大変なのに、よく掛け持ちしようなんて思ったな。そうなんだけどね、みんなとの思い出を形に残したくなっちゃって。さあや、いっぱい撮ろうね。私も手伝うよ。私もありがとう。楽しむのは構いませんが、大合同体育祭が成功するかどうかは私たち実行委員にかかっています。このリストバンドの意味、忘れないようにしてください。はい。お姉ちゃん、何話してるの？別に、大合同体育祭について話してただけよ。あ、そういえばお姉ちゃん、高野祭って空いてる？ええ、ライブ以外特に予定はないけど。なら一緒に回ろうよ。ライブが終わった後待ち合わせね。ライブか。まさか陸上競技場でやることになるとは思わなかったな。楽しみだよね。みんなでライブができるなんて最高だよ。つぐみちゃんが言ってたけど、ひなさんの提案なんだよね。うん、3年に一度のイベントだし、何か特別なことやりたいって。さすがひなさん。お姉ちゃん、いいでしょ、一緒に回ろうよ。あなたね、このあと白金さんと選手宣誓でしょ。高野祭のことよりも先にそっちを考えなさい。大丈夫、リンコちゃんとはさっき打ち合わせしたから。私と羽沢さんも立ち会ってましたけど、打ち合わせは特に問題なく終わりましたよ。それならいいんですけど。ひな、しっかりやるのよ。はい。ひなさん、選手先生楽しみにしてますね。うん、ビシッと決めてくるから期待しててよ。私たちは大合同体育祭を通じて各校の交流を深めつつ、
仲間としての意識をより深めていくとともに、お互いに感謝の心を忘れずに。スポーツマンシップにのっとって、消えることのない絆をピピッと発揮して。ひなさん、内容と違う。日頃の成果っぽいものを見せられるように、みんなで力を合わせて最高にグッとする大会にしちゃおう。マジか。